問はいくつかあるぞ。最後まで答えると君の運命の相手がゲットできてしまうのだ。では早速第一問だ。愛があれば年の差はおろか性別も関係ない。それで本当にいい？だよな。質問に答えると扉が開くという。ほほー、こうやって進んでいくとクマの運命のプリンセスがついに選ばれちゃうっちゅうことね。バラバラに進むのは愚策だろう。この先の質問の決定権は全てリーダーに託そう。クマは、クマの運命の相手探しは？とにかく道は開けたようですから慎重に奥へ進みましょう。こっちこっち。またこれっすか。あの変なやつまた出てくるんすかね。どうもどうも、呼ばれて飛び出てこんにちは。どうもどうもこんにちはであります。君たちは苦悩の果てに最初の部屋を見事突破した。だが君たちの行く道は果てしなく遠いようだ。運命を分ける選択が再び目の前に迫ろうとしているぞ。というわけでお待ちかねの第2問だ。一緒に遊ぶならそれで本当にいい？おお、気合うね。運命の相手まだかな、まだかな。わお、心配しないで、子猫ちゃん。誰が選ばれようと、クマはみんなの。とりあえず、扉は開いた。先を急ごう。せめて最後まで聞いて。リーダー、ギョイ。
タミナ切れだ。温存しないと。いわゆる子羊さんたちの登場だ。新たな回でもこんにちは。君たちは地の第二門をくぐり抜け、それでも歩みを進めた勇者たちだ。その栄誉をたたえ、飛び切りの第三門が用意されているぞ。覚悟して答えるのだ。やれやれ。それでは第3問だ。彼女のお茶目なところは、それで本当にいい？それで本当にいい？いやいや。ほほー、迷える子羊さんたちの登場だ。新たな回でもこんにちは。君たちは地の第二門をくぐり抜け、それでも歩みを進めた勇者たちだ。その栄誉をたたえ、飛び切りの第三門が用意されているぞ。覚悟して答えるのだ。やれやれ。それでは第三門だ。彼女のお茶目なところは、それで本当にいい？それで本当にいい？いやいや。ほほー。まだまだ先は長いようだぞ。計画的に、そして衝動的に運命の糸を手繰り寄せるのだ。しゃあ！はいはい。それでは第4問だ。選ぶならどっち？それで本当にいい？ないわー。
おや？あ？へへ。はあ。